はい、皆様おはようございます。本日はですね、お休み嬉しいなということで、飲みながらの調理となっておりますね。なんかね、ちょっとつまみがねえかなみたいなね、今カマス焼いてるんですけど、なかなか焼けなくてね、それでなんか食いてえなみたいな感じで、なんかないかなみたいな感じでございます。そしてですね、本日は何をしようかというと、オーロラソースですね。オーロラソース、すごい簡単ですのでね、ぜひ覚えていただきたいと思います。まずね、ケチャップですね。はい、ケチャップの方を器にドッキュンドッキュンドッキュンですね。なかなか出ないですね。ちょっと入れちゃいますね。ケチャップの方ね、器に入りました。お前ケチチャップケチチャップ、ケチじゃねえのにチャップだなみたいなね、そんな感じで。そしてですね、マヨネーズですね。マヨネージでございますね。同割りですね。ケチャップ1に対して、マヨネージも1です。はい、これをね、あとはグリングリングリンとグリングリンかき混ぜると美味しいオーラソースですね。はい、こんな感じでね、よく混ぜ混ぜしたら出来上がりでございます。これね、非常に美味しいソースでございます。そしてお好みでね、ブラックペッピーとかバジルをね入れると、さらにね美味しくなると思われます。私はね、ちょっとそれが好みなんで、ちょっと入れて作っていきたいと思います。それではね、バジルですね。バジルをバッジンバッジンバジジンジンとね、まあこれお好みでね入れてください。もう見た目からして綺麗ですよね。やめられない、止まらない。そしてね、ブラックペッピーでございます。ペッピーですね。はい、ペッピーも入りました。こんな感じで非常にね、スパイシーないい香りがしております。はい、これで完成でございます。本日はね、簡単ではございますが、オーロラソースの作り方ですね。お前オーロラソースこれ何すんのよと思われるかもしれませんが、まあお好み焼きに塗ってよし、チヂミに塗ってよし、お肉に塗ってよし、野菜スティックもうバンバン剤でございます。ぜひね、簡単ですので、お試しくださいませ。それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、オーロラソースの作り方、これをね動画にまとめてみました。それでは、乾杯、失礼いたします。